すいません、遅くなりました。どうぞ。お世話になります。わー、リンゴいっぱいある。すげえ。どうぞこちらへ。わー、すごいすごい。冷凍庫なんですけど、一応ここメインなんですけど、はい、畑はまああちこち40カ所ぐらいあるんですよね。はいはいはい。リンゴの魅力に集まって40カ所全部中野さんとこに、うん、そうですそうです。もともとは俺の親父は3ヘクタールなんですけど、あと15ヘクタール借りてるんで全部で18ヘクタールなんです。18ヘクタールって東京の単位が分かる。まあ、周りで今わー、すごい。すいません、お邪魔します。こんにちは。すいません。こっちなんて、これなんですよね。これを区分けしなきゃいけないので、サイズです。これは A 級で、まあ、贈答とかに使うので、はいはいはい、で、B は、まあ、家庭用っていうか、はいはい、で、C、B1 も黒染め、こういう、まあ、その辺の直売所とかで黒染めで、高価格だ。で、それはまあ、今最近流行りのパトランスで葉っぱの感じ。魅力的なものがいっぱいある。で、これ以外に、まあ、これはジュース用なんですけど、ジュースにしてしまう。色付きのけど、そんなこともないの。十分これでも商品ないじゃん。病気とか、これ病気なんですか、これは。そうですね。あるじゃん、あのクリアにあるね、こういうふうにちゃんとね。もうちょっと慣らしておければ良いかな。限界があるので、なるほど。これあそこに乗っけたら加点をしていくんですか。そうですよ。へえ。じゃあそうで設定して、あのホワイトボードに1、2、3って書いてるんですけど、はいはい、まあ設定できて、それに合わせて、まあ、多少のズレはもちろんありますけどね、形が一定じゃないので。へえ。まあ、それをもうこうやって詰めていくって形なんですね。そうそうそう。またここで、まあ、ちょっとこう出したりして、またここでもう一回実践化的にやりながら、で、これが黄色いコンテナが、これが B ランクのもので、どっちが A ですけど、やっぱり ちっちゃい玉が売れ残してしまうんだから20玉が余って20玉から40玉からそこにね。 JA には全然出さないんですか。出すんですけど、今年はもう台風で出せなくて。あ、インクレディ用で、インクレディ用で1000ケースのところまで入ってて、全部ピンクレディですか。うわ、すごい匂い。すごいわ、匂いが。うわー、すごい。この感じ。すごい、すごい大きい。あ、すごい、リンゴの匂い。リンゴの匂いすごいな。すごいすごい。ここの冷蔵庫が、あれは何のどういうとこなんですか。そこの、じゃあ、こっちはピンクレディっていう、まあ、直径保存で買うんですよね。で、あそこの、この冷蔵庫がもう一度切らなくて、あの、頼まれてるんですよ。